はい、どうも、マックです。今回もモダンウォーフェア3の実況プレイやっていきたいと思います。武器はね、ロングボウです。また前回からね、1週間ぐらい、空きましたので、ちょっと久々の、試合になります。ハードポイントかな?ハードポイントのハイライズ。まあ、ハイライズはね、比較的、ちょっと待って。回復。スモークだったこれ。倒せなかった。ああ、バレた。ちょっとロングボウね、カスタムちょっと変更して。あ、そっちか。ちょっとだけね、エイム速度速くなってます。ただね、どうしようかなと思ってるのが、サイトをね、どうしようかなと思ってて。あ、回線悪い。なんかラグがあったぞ。危ねえ。やられた。さあ、ちょっとね、なんかスコープ、これいるかなって感じなんでね。ナイス。モスキート。絶対来るじゃん。やばいよ、来るよ。あ、バレた。やばい、エイムがね、エイム力落ちてる。やばい。エイムがだいぶ、ちょっと衰えが来てますね。よく狙えるの、全然だわ。ナイス、いいよ、味方取ってくれ。さあ出てくるかな、この煙の中から。ナイス。よくわかったね。さーて、全然当たらん。うっそ、めちゃくちゃ外すんだけど。取られてますね。あの中か。適当に投げとくか。あー、結構いるぞ、あれ。あ、こっち入れない。こっちか。なあ、意外と狭いんだな、あそこ。まだ20秒。取れる。危ね。あ、移動して。
な、待ち伏せしたのにやられた。あ、結構いい点差ですね、これは。あ、どこだ？あ、そっち？なんか圧倒的に反射多くなったけど大丈夫これ。なんかエイム速度速くする代わりに、ちょっとね、威力弱くなったんですよ。多分それが効いてんのかな。なんか反射多いよね。まあ元から多いんだけど、なんか前使った時よりも多い気がする。そして当たらん。そして当たらんね。あ、ごめん、逃げる。ナイス。どこ？あ、初期位置か。誰もいない。やべ、自分で。あ、違う、クラスターマイン。ちょっと厳しいか、この威力が。威力欲しいな。エイム、まあ、待てよ、あそこで、一撃じゃないの厳しいな、ちょっと。変わった。どこだっけ？ああ、そっちか。ああ、ナイス。まあ、まだ逆転の余地はある。なんでこっちは反射でハンドガンが一撃なんだよって。いやー大変だなこれ。ちょっと待ってね、これ終わったらちょっと変えよう。これやっぱり威力欲しいな。威力欲しいな。そして当たらねえ。あ、なんかクラスター前の音がする。そっちだった。あー、ちょっと点差がね、開きましたね。そうそう、こういう、キルが欲しいな。なあ、ハンドガン強いな、これ。ハンドガンか、これ。ああ、びっくりした。武器変えたのね。いや、これはね、もう無理だな。勝てないな、これ。ああ。当たんない。これ逆転できたらすごい、本当に。7ポイント取られずに行くわけだからね。49、50。あー、やられました。ということでね、まあ自分なりにちょっと頑張って入ったつもりなんですけども、1分20秒か。16キルでした。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。じゃあ、さよなら。